はい、こんばんばは、塾の久保です今回はですねめったにお話しないんですけども熟成んのおまあね実績と言いますか熟成んがこんなことをやったよってことをねお話ししたいと思います3ヶ月ほど前だったかな私がですね、えー、ずっとベンチマークしていてこのアカウントはすごいなと思っていたのがあるんですよそれが高級石焼き芋さんのアカウントですでもともと私がね5月の半ばだったかな あのー、5月の初旬だったかなウグイスパンをを食べるだけのの動画っていうのを撮って撮たんですよでその動画を見て最後まで見ましたみたいなメッセージを下さった方がいてでそのメッセージに対して「いやあの動画すら見てくれたのか」ってことで感動のまたね動画を上げたっていう思い出があるんですけどもあそこからですね その高級石焼き芋さんは自分の動画をバン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 量産してくださってなんとですねこの度1005本をあげているんですよこの23ヶ月の間に1005本ですよでいろんなことを気づいたそうなんですけども1000本目の記念で私に動画を送ってきてございました久保塾長に捧げる1000本目の動画ということでなんと見事にですね私と同じように すパンを食べる動画だったんですよ感動ですよね。まあこういう風にしてですね、凡事徹底力っていうのは人から人に移っていくんだなと思います。で、この方なんですけども、一番最初に撮った動画を私見ました。送ってくださったんで。その時は酷評したんですよ。なんだこれはみたいなことでね、いろいろめったやたらに叩いた覚えがあります。ででもそれで 旬となってしまうんじゃなくて奮起してですね日々繰り返してくださって私も拝見する中で再生数の高い動画もねいくつかあるんですよそうなんですよね1000本ぐらいやるとポツッポツッと目立つ動画が出てくるんですよでも100本や200本では何も見えないですだから数の勝負いわゆるね最低数量ってのがのいるんですよおそらくねほとんどの方が最低数量上がってないうちに結論を出してるんですよね向いていないだとか この方向性は間違っているんだとか、自分のやってることは合ってるんだろうかって疑問まで抱えちゃいます。疑問必要ないです。あの下手の考え休むに至りです。少なくともね、1000本2000本上げてない段階で言うことはないです。考えることはないです。もうそれはね、本当に下手の考えなんですよ。まさに1000本2000本3000本上げていく中で気づいたことが最大のアドバイスです。 そんなものね、100本200本上げてる段階、1000本も上げてない段階で、私に行くことはないんですよ。吉田さんも同じです。やりましょうやってだけですよ。500本作りましたって。やりましょうやもっと、みたいな。そんな形ですよ。600本作っても700本作っても、やりましょうよって感じです。やったうちに入らないと言わせていただきますね。1000本が最初の第一歩。そのぐらいでちょうどいいと思いますよ。 そのぐらい腹くくらないと、このインターネット情報の中で、情報の数すら打てない人が質の高いものって作れないと思いますから、まずね、えー、甘く考えないでほしい。少しで質の高いもの。このアウトプットはないです。あの、質の高いものはもともとできません、私たちには。たくさんやることだけが質を見つける唯一の方法なんだと思います。で、今回はね、高級石焼芋さんの動画をね、私がね、 絶賛したということでこのメッセージ閉じさせていただきますそれでは失礼します